2017年楽園会館ジュニア主婦交流試合を開会式を行います。まず始まり国旗掲揚を行います。皆様前方の国旗にご注目ください。ご協力ありがとうございました。それでは楽園会館館長杉原健介館長にご挨拶申し上げます。おはようございます。おはようございます。本日は選手の皆さん、僕の皆様、ご参加いただき本当にありがとうございます。ちょうど1週間前、この大阪府立体育会館のメインアリーナで JFKO 全日本ウエイト制大会という日本で一番大きな大会が開催されました。そこでですね、楽園会館から重量級と中量級のチャンピオンが生まれました。彼らも君たちのように小さな時から空手を始めて、これ10年、15年、20年と一生懸命稽古を仕掛けてからこの優勝につながりました。この2人もですね、小さな時からずっとチャンピオンだったわけではなく、勝ったり負けたりを繰り返して、それでも諦めずに努力をした結果がこの優勝につながると思います。選手の皆さんも今日はこれからには一応優勝を目標、それは当然なんですが、負けても腐らず諦めずに努力稽古を続けてほしいと思います。頑張ってください。おっす。俺の用意ないから。